はい、皆さんこんにちは。メーカープロダクションのメーカーでございます。朝からコーヒー飲みすぎてめちゃくちゃ気持ち悪い。カフェイン中毒や。僕最近コーヒー飲んでるんですけど、別に好きで飲んでるわけじゃないんですよ。なんか一説によるとコーヒーって脂肪の吸収を抑えたり食欲を減退させたりとかって言われるから、別になんか好きでも嫌いでもないけど、とりあえずなんかブラック飲んどっかみたいな感じで、ブラックそのまんまで飲みすぎると豆乳とかオーツミルとかで割らないと気持ち悪くなっちゃうんですよね。で、今回なんですけど、ちょっと僕今朝から前回言っていた一人暮らし悩んでるっていうので、今不動産屋さんをね巡ってます。いよいよね、まあ、視野に入ってきたというか、大体はねなんかすごい候補がもう絞れてきて、実際ねどんな感じかっていうのをね生で見たいなと思って、今朝から不動産屋さん巡りをしてます。まあ今の心境を言うと、自分が一人暮らしするならこういう暮らしがいい、こういう生活がいいって妄想がねいろいろカスタマイズして楽しい反面、まあすごいなんかマリッチブルーじゃないけど、新しい環境、一人暮らしを始めるっていうなんか心の負担とか最初の踏み出す一歩みたいなのでちょっと苦しいみたいな、まあコーヒーで気持ち悪いっていうのが重なってるんですけど、ちょっとした一物の不安っていうのがねあるんですよ。まあ何余ったれてんだと、散々ね学生時代とか社会人でもうすでに一人暮らしをね経験してる人がすれば言われるんですけど、過保護に育てられてきた身からすればね、最初の一歩のねこの勇気っていうのはねなかなか足が重い。どうなんだろうね、ちょっと一人暮らしね鍵交換が必要なのかとか、基金礼金は交渉次第でなしにできるのかとか、入ったら入ったでまず最初にね何に取り掛かろうとか、まずそもそもね目的が一人暮らしをしたいってとこから始まってるから、その場所に仕事があるとか、その場所で何かを勉強するとか、そういったことじゃないんでね、むしろその賃貸を選ぶね選択肢が無限にあるから、優柔不断な自分にとってね選びにくいんですよね。物件がその理想のなんか暮らしっていうか間取りとか条件は絞ってこれがいいなっていうのがあるんで、まあそれでは絞れてるんですけど、今こう車乗ってるんですけど、都心ってなると本当に車の需要ないなと思ってて、買い物に行くにしろとかちょっと出かけるにしろ、車を維持する分のお金でまあ電車なりタクシーなり、まあ、場所を選んでやってるんで、車いるのかな、どうなんだろうね。全然あるに越したことはないんですよ、むしろ持っておきたいんですけど、まあ、浮いたお金で他へのね投資ができるんで難しいとこっすね。まあ、愛着はあるんだが、現状あんまり使ってないことを考えみれば、手放して他へね投資するっていうのはね一つの手ではあるんですよね。まあでもこの現状のね停滞感を変えるってなると、やっぱりそれなりのね、まあ、行動とか冒険をするのがこう人生を盛り上げる要因であるなと。すごい今哲学的に喋ってるけど、ただ単に気持ち悪いだけなんだよな。コーヒーがガチで気持ち悪い。朝飲むもんじゃない、昼とかに飲むもんだな。ちょっと哲学的なこと語っていいですか。ちょっと哲学的なことを語ると、最近もう自己分析みたいな、自己の形成ってあるじゃないですか。なんかみんなは自分を見つけないととか、自分を探そうと思うじゃないですか。自分とはみたいな感じで探すじゃないですか。結構そういう考え方ってなんか海外的な思考があると思ってて、主に欧米西洋の考えだなって自分は思って、自我を確立してから広げていくのって結構なんか日本人に合わないんじゃないかなと思ってて、まあ、なんか日本人の特徴って周りを見てとか周りの様子を伺って判断するみたいな、なんかそういうマインドって結構なんか悪いとかマイナスな印象を持たれがちだなと思うんですけど、実際周りを気にしてるんじゃなくて、周りの環境から自分を形成してるんだなっていうことを気づいたんですよね。なんか元々生まれ育って幼稚園小中高大学社会人っていう中で、元々自我なんてまず持ってねえなって思って、今まで育ってきた環境と触れ合った要因がただただ作り上げてるもので、自分から作ったものなんて一切ないなっていう最近思ってきて、なんか自分はとか自分はこういう人間だって言ってるのは、なんか自分から生み出したんじゃなくて、育ってきた境遇とか生きてきた環境が周りから固められてってそういう考えにたどり着いたんだな。自分から生まれたもんじゃないから、個性なんて日本人は特にないんじゃないかなっていうのはね最近思ってきたんですよ。だからこそやっぱりある種行動経験を関わりを一番外から作っていくことによって最終的に自我が見える。だから結局最終自分とはとか自分が定義される時って、日本人が一番死ぬ最後の時、日本人は多分死ぬ間際に自分はこういう人間だとなんか定義されると思うなって、まあだからね行動とかご縁とかきっかけとかある種大事だなと思ってきたんです。まあだから何が言いたいかっていうと、今こう俺が一人暮らししたいってなって、この先どうなるか分かんないし、まあこうやって今ねしたいと思えて現状行動に移してるから、まあ一物の不安はあるにせよね、ある種楽観的に思ってます。なんかいつかしようかなとかなんか悩んでるよりもなんかやっちゃった方が時間的にもなんか早いな、早いうちに経験したいとかね何かと楽でしょっていうねマインドですね。だから車を乗るにしろ一人暮らしするにしろね、早めに体験しときたかったっていうだけですね。まあでもどんな部屋にしようかっていうこのワクワクは今すごいんですよね。正味自分の今の部屋はね物で溢れ返ってるから、極力必要なものしか揃えない無の美学っていう今回はテーマにして作りたいなと思って、シンプル。シンプルかつ生活感が溢れるような。ミニマリストはそんななんかいいなとは思わないけど。でもなんかやっぱりね、無の美学。うん。過ごしやすい。
綺麗な感じのイメージをしてます。なんか溢れた小物を置く感じじゃなくて、なんか重要な要素要素一つずつに大きくコストを出ていきたいと思って、例えば寝る場所ね、ベッドとか、なんか移動で使うものとか。マジでね、一人暮らし決まったら絶対一人暮らし部屋カスタマイズの動画撮ってやるから、自己満でもいいから絶対撮ってやるってな感じですかね。ってことで、まあこれ不動産屋行っていい物件あって一人暮らしするってなったら、またちょっとご報告したいと思いますね。今日の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。